産卵がね無事に撮影できて本当にホッとしてます。なんでかというとね、去年も実は来ていて、で、まあ、3日間4日間ぐらいかけて産卵狙ってたんですけど、去年はちょっとね産卵してなかったので、だから今年は本当に嬉しさが2倍ですね。でも水中の中はもう一面ピンクの美しい卵で覆われて、もう素敵でしたね。もう感動しましたね。あれは一生に残る思い出でしたね。いやもうぜひね卵が遠くに行って、でまた今回イバルマっていうところの海域で潜ったんですけど、またイバルマのような美しいサンゴ礁になってくれたらなと思います。で、まあ、今回ね到着して3日4日ぐらいで産卵全部無事に取れちゃったので、残りの、1週間ぐらい、ちょっといろいろね石垣島の陸やら海やらいろいろ撮影できればいいなと思います。ちょっとね今日風強いので、もしかしたら午前中は海行かないかもしれないですけど、まあ天気がねそんなに悪くもないので、まあ陸なども撮っていこうかなと思います。 You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way.Think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look? これね。ポリタンクで水を積んできたんですけど、取れました。びちょびちょです。はい、こぼれてます。はい、皆さんごめんなさい。ごめんなさい。どこのなんていうマングローブ、ここどうですか。ここは書いてあります。題名がある題名があります。大きなシーサーがあるということでやってきました。こんな巨大なシーサー初めて見ましたね。It's a tug of war Battling to keep my sanity Say no more, say no more I love you but I can't keep killing me I look at myself, I wonder why you Don't recognize who you try 今日これから一緒に島一周するメンバーを紹介したいと思います。あれ、レン君どこ行ったんだろう。レン君、はい、こんにちは。イエローサバリ、イエサバのレンです。石垣の海を案内してます。よかったら一緒に住みましょう。お願いします。イエーイ、いいね、いいね。さあ
有名な米原ビーチに、やってきました。すげえ綺麗だな。真っ白。これからジャングルにハブ注意。ハブいません。ハブいないの？いません。夢ハブです。もうハブじゃん。間違えました。滝壺にやってきました。ねんくん、取り込みうまい。ただ、あ、僕うまい。結構やるんすよ。じゃあ取ろう。パンついたんすよ。あれ、タイパンないの？あ、そっか。滝壺にやってきました。いい感じです。やべ、超気持ちいい。イエーイ。OK だよ。いいね。どうも使えないんだよ。買いましたから。滝壺を無事に飛び込んで、みんなで結局みんな飛び込みましたね。パンチいっちゃう。海斗くんはしっかりタイパンを履いてたので素晴らしい。俺とレン君はノーパンで。これからカビラ湾に向かいます。カビラ湾が一番有名なところですかね。じゃあこっちからこう行った方がいいんですか。すいませんでした。ガイドの、はい、ネイチャーガイド。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 ガイド。あ、いいね。ネイチャーガイド。ガイド。ネイチャーガイド。今日はネイチャーガイドのガイド。ネイチャーガイド。すごい綺麗ですね、青が。ターコイズブルー、エメラルドグリーン。
ミヤミヤミ。いただきます。サーターアンダギーを飲みました。サンダー。大阪府。次はどちらですか？次はキリンくんがお待ちかね、マングローブにはちょっと時間があるので、ウガン崎を通ってから行こうと思います。ウガン崎、じゃあ今度はウガン崎にやってきました。灯台があって海が一望できる場所ですが、風が強いです。じゃあこれから、家サブ探検隊マングローブに入るの待ち。マングローブにはちっちゃい生物がいっぱい。これ何ガニですか、カイト君？ちびっこガニ。わかりません。あのかの有名な福田カイトでもわからないカニが見つかりました。これは 新種ですね、おそらく。じゃあね、ありがとう。いや、こういうマングローブにはいろんなカニだとか魚だとか鳥がそういうのを食べに来ますから、こういう生態系は観察するのすごい面白いんで、こういうところじっくり歩いてるのはやっぱ面白いですね。新しい芽が生えてる、マングローブ。
もっと大きなカニとかいないの？俺もそう。跳ねた。トントンミです。トントンミ、トントンミ発見しました。回って入ってくるんだね。あれだ、白いでっかい鳥がいる。イモリ牧場。ペン君何？黒糖&紅芋です。あ、塩黒糖。いいマッチングだ。何か書いてくるの？これはドラゴンフルーツと島豆腐です。島豆腐。はい、食べてみてください。すごいな。強めにしてほしいな。うまいけど、これとドラゴンフルーツを合わせられない。これから草木ビーチリゾートのビーチにちょっとお邪魔しに行こうと思います。なんか桟橋があるみたいな。桟橋からちょっと夕日を狙って。夏とかは予約が取れないぐらい満帆らしい。すごいな、なんか海外みたいだな。
と夕日がまだ早かったんで、かき氷、かき氷、かき氷いただきます。美味しいやつ、美味しいやつ。超リゾートのふさきリゾート、いい感じに焼けてきましたね。いい感じに焼けてきました。アイスクリーム食べてこれからちょっと夕日を見たいと思います。でここ結構あの無料で一般の人も入れるので、パラソルとかプールとか入らなければ無料で、まあ、このね綺麗な夕焼けが見れたりできるので、まああの島一周した後にね、こんな感じで最後ここに来てちょっとあの美味しいスイーツとかビールとか飲んだらいいのかなと思います。いや、いい感じに今日は焼けそうですね。これは雲一つないんで、すごいいい感じに焼けると思います。ちょっとビーチに降りてみようかな。まあここはちょっとドローンが禁止なので、ちょっとドローンはあの飛ばさないんですけど、ここはじっくり水平線に沈む夕日を見てから帰って、まあ引き続きね、またちょっと今度違うエピソードでも石垣北部の海をちょっと伝えていきたいと思いますので、またね皆さんぜひ次のエピソードも見ていただければと思います。じゃあちょっと最後に夕日だけ撮って、また北部の方に帰っていきたいと思います。それではまた皆さん、イタリアピザ、いただきます。うまそうに食べるね。